をして山菜採りをしています。今日はセリの見分け方です。セリはこういうじめじめしている水分が多いところに生えています。これがセリですね。やっぱりちぎって匂いを嗅いでみるこれが一番です。そしてこう下の方を見てみるとこの茎が赤くなってるんですね。 ののの茎がが赤いのがセリの特徴です。そして根っこがね白くて細いんですよちょっともったいないから抜かないんですがこの茎茎が赤くなってるこれこれがセりの特徴です茎が赤い。 春ね、あのー、柔らかくて美味しいですり、これぜひ取ってお浸しにしてね、食べてみてください。こういうジメジメした山の、うん、日陰に生えてます。